売り上げもざっくりでいいので、今月がすごいんですよね、もう。今月が昨もう月現比でも。在、売り上げが80ですかね、80。もう8000ドルぐらいある。はい、そうですね。いいですね、いいですね。で、出品数も大体、まあ、結構出して。いや、すごいですね。結構その、コンバージョン率っていうんですか、購入率も高いと思いますよ。それぐらいで出して、売れてるってことは。そうなんですね。もう全然ももう倍出う。せなわば、けです。200万ぐらいの売り上げですからね、簡単に。そうなんですね。もうそのす感ごい。じですよ。私も全然もう、とにかく今月がやばいですね。売れ行きは。今月が高くなってるってことですよね。そうですね。なんかこう、きっかけみたいなのってあるんですか？もう、さっき、いちや、らっと、基同じ本、方がとか、買ってく一れるみたいな。応、もうでもきっかけっていうのもあれなんですけど、やっぱり今コロナの影響で、その日本郵便が使えなくなったじゃないですか。そうですで、そのね。前にももうショップ閉めたりとかしてる人も多いと思うんですけど、増えてますね。私も正直、なんで私のショップ、他のこう、安い金額の同いまじすよものあね。るけど、なんで私のショップで買うんだろうって思うぐらい、買ってくれる方もいますし、やっぱりリピーターの方もちょじゃこまちょじゃまこいいまらっすしゃのる。で、やっぱそのリなんピーターで、も気に入ってくれたみたいなのもあるかもしれないですね。かもしれないですね。で、ジャンルも結構どっちかというと他の人も出してるようなジャンルが多かったりしますよね。人気ジャンルっ結ていう構そうですね。あまり変わったものは全体的に見て出してない感じになるんで、のは。私もやっぱりホビー、ゲーゲームですよね。が一番多いですね。あれ、そういえば、有在庫はまだやられてます？有在庫は基本キャンセルになったものだらけですかね。ああ、戻ってきた、キャンセルになっちゃったやつそうだですけ？ね。キャンセルになってこう、返送されてきたものとか、もう完全にお客さんがキャンセルってなっても、残っちゃったものとして置いてあるんですけど、オークションの方はとりあえずもう出してないです。結構帰ってきたので、ほとんど。タイミング悪かっほとんど。たって感じですかね。いや、結構前に出してたんですけど、なんで帰って結構きちゃったの？3月の頭らへんとかのものばかり、ほとんど帰ってきちゃって、サルビンのものでが。もありますね。そのぐらいから帰ってきてるやつありますね。確かに。ですよね。もうほとんどが帰ってきて、猿とかですよね。しかも、猿人全部とか。サルです。届いてるものもあれば、やっぱり、届いてないものとか、あと早くに受け入れ停止になった国のものは帰ってき真って。先に帰ってきましたね。じゃあ、それだけ今、手元にあってやってるって感じですよね。それと本当にその注文もあって、仕入れた後にキャンセル。返送になったり、お客さんキャンセルしたりとかの商品だけですかね。じゃあ、それ以外はもう無在庫で、そうですきね。ちっもうと。大半は無在庫でしてます。いいですね。いいですね。で、外注化はされてないってことですよね。だし、今後される予定とかってあります？発送の外注ともうか。早くにしたいです。ですよね。出品とか結構1日かかっちゃうんで。そうですよね。ちょっと状況整ってきて、なんとなくこう、めどで国際郵便がこう復活してきたな、みたいな段階でも募集かけちゃっていいかなと思うので。ですね。で、先に見つけて、なんか契約して、抑えとくみたいな感じでもいいですしね。ある程そ度う面です接ね。して選んで、お願いそすれだると方。すぐできますもんね。そうですね。その方下に、じ書ゃき。あ、スタートって感じで、ちょっと事前に教えたりして。まずそうですね。発送だけできれば、もっともっと売り上げも上がると。時間が使えるので、やっぱり。ですね。結構時間ないですよね、多分今。そう、でも結構もう夜中とか夜更かしして梱包したりとか。結構私梱包めちゃくちゃ得意なんで、もそうなんですう、か。商品に合わせて箱作れますんで。それはあれですか。もう使い回してやってるってことですか。今、使い回すものもあれば、買い物でスーパー行った時に、もらってきて。良さげな段ボール、いいですそれね。もかき集めて。無料で。そうですね。中いいにではすね。買ってるやつとか、袋系のものは基本、100枚とか何百枚入りで買って置いてはあります。素晴らしいですね。じゃあ、それを使っても結構丁寧にやって。そうですね。サンキューレターとかって入れられてますか？入れてます。
初めての方には基本入れてますね。どんな内容の感じで書いてますか？本当にお買い上げありがとうございます、はい、こう気に入ってくれたら嬉しいです。あ、また機会がありましたら、ショップにご利用ください的なことを毎回手書きで英語でですよね。あ、英語で手書きで書いてます。いやー、すごいですね。そのまだできますね、この数でしたら。ああいうなんか丁寧にやってるのが結構つながってる、なんか他の方もいらっしゃるんですよ、結構丁寧にやられて、はい、で出品数も500品とか1000品なんですけど、はい、うん、結構もう同じように毎月売れるみたいな方がいて、うん、すごいですね。あ、その辺が結構違うかもしれない。丁寧さはやっぱりあると思いますね、結構評価とかついてた時にこう、うん、バイヤーさんの一言とかでもやっぱりそういうことを言ってくれるんで、梱包綺麗でしたしっかりしとった、うん、意外と大事ですね。結構やっぱ破損とか今とかは特になんですけど、はい、家賃高いって言ってたんで、その辺梱包は前よりも特に気をつけるようにはしてますね。結構あんま濡れちゃいけないものとかは、うん、薄いビニールを入れて、うん、そうですね、入れて、で今だったらフライヤーとか入れるのも、はいはいはい、まあ、ゲームの本体とかだったらこうゲームのその外箱とかあるじゃないですか。ありますね。あれにプチプチ巻いて、うん、さらにそれに合わせた段ボールに入れてフライヤーに入れてて、あー、すごい、うん、結構そこはです、ね、極端ですけど動画とかで海外の荷物を放り投げてるとか、あれ結構当たり前ですからね。それ見るとって思って、うん、確かにひどいところはひどいですよ。もうあまり大きさ出ないように、うん、しっかりと、素晴らしい、しますかね。なるほどなるほど、はい。その関連で言うと、なんかめんどくさいトラブルみたいなのってあります、今現在。その多いなとか、これめんどくさいなみたいな。今現在はやっぱり内容を見てない方多いんで、この前のその、うん、ゲームソフトでも、はい、ジャンクってちゃんと題名には入れてるんですよ。はいはいはい。でもこうちょっと翻訳もちょっとね、分かりにくいんですけど、はいはいはい、最後ら辺にちゃんと機能するんですよねみたいな言い方のものが入ってたんで、もう一回、一応まあジャンクで、その電源はつくけど、その画面に線が入るよっていうのを入れて、はい、でそしたら、まあ、1日後に払い戻しお願いしますって来たんで、多分できるもんだと。最初のトップガンにも、はいはい、その画面はついてて、こう線が入る。入ってる画像を載せてるはずなんですけど、はいはい、結構見てない方が下の多分アイテムの詳細とか多分見てない方のかな、うーん、多いですね。結構購入前とか、はいはいはい、このオファー送った時点で、はい、送ってきたと同時にメールしてくるバイヤーさんとかに、うん、それなんか質問聞かれることあるんですけど、うん、なんか見てないなと思って。多いですよね、もう 90% ぐらい見てないと思いますね。見てないですね。関税とかもそうですよね。関税かかったとかってよく一番多いんですけど、ね、ああいうのも全部書いてありますからね。結構今まではないんですけど、はい、DHL になってからは基本、はい、メールで、うんうん、だからヨーロッパの方とかはメールで一応も伝えて、うん、でそのまあ関税の金額も結構低めにっていうか、はいはい、仕入れに近い金額で、うん、大きい税金かからないようにはしてるんですけど、まあ、念のためヨーロッパの方とかには言ってます。はいはい、丁寧ですね。うん、その方がいいですよね。変装を怖いんで。そうですね。それが一番避けたいんで、確かにやれることはそうですね。コミュニケーションとってやってたんですよ、はい。モチベーションとかってこうどうですか。モチベーション下がったりっていうこともあるか。あ、やっぱありました。ね、もう何回もやめようと思ってました。はい、本当に、うん、サスペンドになった時と、はいはいはい、なんかある商品で、はい、ベロになって3日間停止されましたね。始めた頃ですよね、多分。そうですね。始めた頃のいわゆる初心者。てかその始めた新しいセラーのやつでよくあるやつみたいな。私はもうこれ人生終わったと思ってでしたね。そうですね。なるほどなるほど。この辺はじゃあちょっとしんどかったですか、やっぱ。まあそんな最初のサスペンドの時よりかまあ痛くはなかったですけど、うんうん、3日間何しようみたいな感じでした。ですよね。結構スピードがね早いんで、はい、
本当に。そうですね。急に来てたし、まあとりあえずその指摘された商品はもう全部跡形もなく消して、うん、はいはいはい。やってで3日間終わってまた通常通り戻って始めた感じなんで。まあじゃあそれ以外はもう結構。特にそうですね。うん、売れてるのもあります。売れてるからなんかどんどん楽しくなってくるじゃないですけど。そうですね。売れれば売れるほど。うんですよね。はい。だその辺は、うん、確かに、結構かなりペースはいいと思うんで。はい。うん。あとツールとかってあれですかね。まあ、リサーチのツールは使っていただいてると思うんですけど、はい。はいはい、出品の方とかも、在庫管理とかも使ってますって感じですね。在庫管理も全部、今めっちゃ使ってます。在庫管理、うん、本当にその NAR ツール、ほとんどで出品出してますし、まあ、中には出品してるものも、ちょこちょこあるんですけど、ほとんどは、うんうんうん、ツールで出して、そうですね、うん。管理できてますか？管理も全部。たまに止まるんですけど、あまあでも、機能はしてます。あでも、全然もう、できてるんで、はい。はい。それ頑張ってくれてます、止まらず。ありがたいです、はい。はい。リサーチの方どうですか？ツールを使ってみて。リサーチの方、私はリサーチはほとんど今はしてないんですけどはい、はい、私はしてないんですけど、まあでも主人は何も、うん、結構リサーチ得意みたいで、それは普通にあれですか、ソールのツールを使ってんじゃない、ツール使って見ているものもありますし、うんうんうん、なんかあんま偏ってないですね。でそのツールで探して、でその中でなんか気になるのあったらそこからなんか派生してみたいな感じ で、 あ、いいですね、うん、結構幅広くは、幅広くって言っても結構出してみて、本当一回出してみる感じですね。そうですよね。結構やっぱそこ止まっちゃう方多いんで、うん、はい、考えて終わっちゃうみたいな。そうですね。もう海外の人っていうか、もう本当に、え、私らからしたら、え、こんなの買うのっていうものを欲しがる方結構いるんで。分かってきました。出してみないと本当は。いや、もう今でも分かんないです。いやいやいや、その感覚すごい大事です。感覚ですね。もう本当に出品も私はたまにするんですけど、はいはい、あとリサーチは基本も主人がやられてる、ね、時間あるんでやってますね、うん、なんかもっと今のもすごい伸ばしても全然いいですし、また、はい、なんか変わったジャンルとか出すと、まあ極端ですけど500円のものが5000円で売れたりとか、はいはい、あもう 50%40% ぐらいの利益率出る商品とかもやっぱ売れるのが eBay なので、はい、うん、その感覚を持ってるっていうのも素晴らしいですけどね。こんなの売れるんだみたいな感覚ですよね。結構その私たちそのゲーム関係とか、はいはいはい、フィギュアだったりとか、うん、こう結構偏ったジャンルが多いんですけど、ちょっとなんか違うのも出したいなとは思ってるんで、はい、そうですよね。他もまだ思い立ってないんですけど、うん、別のジャンルには行きたいですね、うんうんうん、なんか評価も本当に、はい、いつの間にか結構増えてるんで、増えましたね。はい、なんかこれもっと増えると、はい、あんまり値段もそこまで関係なく売れるようになってくるので。そうなんです、ね、うん、そうするともっといろんなジャンルを試しやすいですよ、はい、まだ多分届いてるのに評価してくれない人もいるんで、まだ近々メールを、うん、送ろうとは思うんですけど。そうですね、軽くメールしてみてもいいですし、はい、今月は100万以上いけますよね、売り上げ的には。いきそうですね、うん、このままいけば。はい、今年中にじゃあどのぐらいの売り上げ立てていきたいなみたいな目標ありますか？いやもう、そうですね、もう1日10万は基本売ってきたいですね。売って月300、うんうんうん、ぐらいは目指して。はい、は目指してますね。いいですね。で、まあ、はい、利益率も 20% とかそれ以上取れ、はい、取っていくって感じですね。今 DHL にしてからは25から30ぐらいにしてますね、うんうん、いい感じですよ。いい感じぐらい、はい、はい、でプラスで完封を乗っかってくればもう、はい、バッチリですね。はい、わかりました。一応ごめんなさい、質問が以上になりますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。